初めての本になりまして、もちろん初めてのこういった出版記念パーティーになりまして、茶の湯はもっと自由にもっと楽しくということで、新しいマテリアル、新しい素材感、爆発的にこう革命的な美意識だったりお茶のスタイルっていうのが変わったっていうものが私にとってはお茶の原点だと思ってるんですね。豊かさってそもそも何ですか？世の中にある美しいこと、楽しいこと、新しい発見ですとか、そういったことを見つける能力を持っていることっていうのが豊かなことなんじゃないかなと自分の中では、結論付けました。ね、お越しいただいてご無沙汰しています。ありがとうございます。今日はご活躍です。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。誰もが楽しめる新しい茶道について語り尽くしていただきたいというふうに思っております。お茶を通じて人生を豊かにするヒントが散りばめられたひととき、ぜひ皆さんとご一緒に楽しみさせていただきたいと思いますので、先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなにたくさんの方を集まりいただきまして、本当に改めてありがとうございます。初めての本になりまして、もちろん初めてのこういった出版記念パーティーになりまして、私もどうやって、進めていこうかと思ったんですけれども、まずはね、濃茶を立てるというような、パフォーマンスをさせていただきました。都会の中にこう非日常の空間を作るっていうのがお茶室の一つのコンセプトだったりもするので、同年代の若手の作家さんたち、素晴らしい作家さんたちたくさんいますよね。もう本当にナンパするんです。私お茶やってるんですけども、茶碗作ってくれませんか、水差し作ってくれませんか、この漆で何かチャイで作ってくれませんか、で茶道具ぜひ作ってみたいっていうようなことで、こう逆に作家さんからも、熱意を感じまして、こういうふうに使うんだよとか、こういうふうにあるとこのデザインが合うんじゃないかなみたいなことを作家さんに直接お願いして、オリジナルの道具を作れば、少しはねお客さんも喜んでくださるんじゃないかな、うちの茶会に来てくださる、ね、意味が少しはあるんじゃないかなと思いまして、少しずつ作家さんにお願いして、道具を作っていくうちに、なんとなくこのような、ね、スタイルになっていきました。新しいマテリアル、新しい素材感、そういったもの、新しいデザインもそうですよね、そういったものがどんどん入ってきて、爆発的にこう革命的な美意識だったりお茶のスタイルっていうのが変わったっていうものが、私にとってはお茶の原点だと思ってるんですね。本の中にも載ってるお菓子で、いつも私がお願いしているシオンさんというね、和菓子作家さんがいらっしゃるんですが、その方にお願いして作ってもらったお菓子になります。お茶、濃茶を立ててたフロアですね、あれはシルバーを叩いて作ってるというものですね。水差しがちょっとこう竹竹しいような感じなんで、タモの節句のイメージでの水差しを作って置かせていただきました。では茶一服差し上げます。
間にお茶をお立ていたしますので少々お待ちください。茶碗に花入れがついている。なので、花入れにちっちゃいお花が入ってます。穴、その穴っていう茶碗なんですけど、茶碗自体にもたくさん穴が開いていまして、指の引っかかりがとてもいいですね。女性のね、お尻の掘るおじぐおじぐで作られて、後ろも、まあ、ちょっとね、高台をお見せしたいんですけど、高台もちゃんとお尻っぽくなってるんです。まあ、茶道としてこれだけは守っておかなきゃいけないなというか、なんかそういった線引きみたいなのは、うん、そうなんですよね。良かれと思ってるんですけど、あ、相手は受け取らなかったってこともやっぱダメだと思っていて、最終的にはやっぱりお客様が喜んで帰ってくださるっていうことが絶対大事なことだと思うんで、不快な思いをさせたり、キャーと叫ばしたり、そのままスルーしたりってことはやっぱりやっちゃいけなかったなと思って、それからは反省しております。外国から来られた方が、はいはい、ジャパニーズティーセレモニーって何ですかって聞いた場合、一言でどのようにご説明されるのか教えてください。可能だったら読んじゃう。で、読んでお茶一服差し上げると皆さん大概すごく喜んでくださるので、それが一番強いメッセージだなって感じはしております。これからお茶を始める人がオンラインから入るっていうのは、うん、結構これからやっぱりどうなのかなっていうのをすごく思ったりするんですけど、うん、先生はどうですか？はい、ご質問ありがとうございます。本当におっしゃる通りですよね。五感さまざまなところを刺激するってところは足りないかもしれないんですけども、まずは始めていただく、まずは始めていただいて、お茶のことに関心持ってちゃんと続けていただく。あ、これも覚えなきゃ、これも覚えなきゃって、だからそこでなんかこう、こう壁を作ってしまうというか、ちょっとアドバイスをいただけるとありがたいです。いろいろお茶の稽古の楽しみ方ってあると思うので、お手前が覚えられないっていう当然のことなのでね、そんなにもうなんか私から言えることは、そんなにご自分を追い込まない方がいいかなと思いますし、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいですね。はい。